来シーズンも楽しみです。代わっては23ブルガリアのカップルになります。アルベナ・デンコバ、マキシム・スタビスキー組です。コンパルソリーではファースト、セカンドともに第5位でした。熊本で行われた NHK 杯でも来日しています。その時には第3位、表彰台に上りました。リズムはタンゴとフラメンコを選びました。男性スタビスキーはロシアの生まれです。しかしもうブルガリア国籍を取得して2回オリンピックを経験しています。ソルトレイクシティオリンピックではこのカップル第7位でした。ブルガリアのカップル、アルベナ・デンコバ、マキシム・スタビスキーでした。ストロングエイジで力強くて、2人のこう技術的なユニゾンっていうのはとても良くなったんですよね。でもともとイスラエルの組と13位、14位ぐらいはライバルだったんですけど、イスラエルの組がドーンとこう急に上位に上がって、で女性の怪我なんかでちょっとこう足踏みしてたんですけど、今シーズンやっぱり上がってきました。はい、モダンダンス的な感性があってとてもいいものを持ってますね。はい、滑り自体はもう本当にいいなっていう滑りを見せます。ディープエッジでね、やはり女性もレベルアップしてたんで、その分が楽しみです。このカップルは96年から組んでいます。タンゴなんかもいい味が出てきましたね。男性の表現力なんかもね、大人っていうかこうなかなか渋みがあっていいなと思います。特に男性が上手だったんで、その辺がこうハイライト、技術的なハイライトってやっぱり滑りですね、彼らの。とても研究熱心っていうか、世界選手権の時も、自分のグループの公式練習が終わって、みんなホテルへ帰るんですけどね、彼は残ってなぜここにいるのかなと思ったら、上野選手の練習をずっと見てました。そうですか。はい、へえ。しかもジャッジ席の端っこのところで、じっとやはり研究してたんですね。ああ、そうですか。はい、現在練習はブルガリアのほかロシアでも行っています。
得点が出ました。コンポジションの得点からです。ファーストマーク下が 5.4 上 5.6 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。下が 5.5 上 5.6 5.5 と 5.6 という評価でした。技術的なものとプレゼンテーションセカンドマークも同じぐらい、これがまあセカンドマークでもう一置上がってくると、はい、上にそうですね、はい、順位を上げてくる感じですかね。非常に技術はしっかり